のど真ん中じゃねえかよ！お前たち、麦わらの一味だな。なんだお前！なんで俺たちのこと知ってんだ！よーく知ってるとも。かつて、アーロン一味の野望を打ち砕いた海賊たち。それで済めば答えは簡単だったが、よりによって2年前、元アーロン一味の幹部ハチさんをかばい、あの憎き天竜人をぶちのめしたとも聞いている。まるで我々の敬愛する魚人島の英雄、フィッシャータイガーのように。フィッシャータイガー？ハモ、ハモ、ハモ、ハモ。全く扱いに困る。なあ、教えてくれ。お前たちは敵なのか味方なのか。選択する権利を与えてやる。我々新魚人海賊団の傘下に下るか、拒否するか。拒めばここで沈んでもらう。なんだと？フランキー、燃料補給して。何する気だ？ルフィたちがあいつらの言うこと聞くわけないでしょ。とはいえ、ここは深海1万メートル。こっちは戦うことさえできない。勝機はゼロ。だから逃げる。この船の空気全部使って、クードバーストで魚人島に突っ込むの。正気か。そうしなきゃここへ来て、全滅よ。確かに、それ以外に生き残る術はなさそうね。よし、俺が燃料の補給を。プラッキー、ソーダを頼む。よし来た、スーパー任せろ。動きが慌ただしくなってきやがったな。なんか企んでんじゃねえのか。所詮人間の浅知、何をしようと無駄だ。さあ、俺たちの手下になるか、麦わらのルフィ。やだね、バーカ。拒否したな。我々新魚人海賊団の勧誘を。ならばお前たちは魚人の敵、ただの罪深き人間だ。バーカ、なんでお前らの手下になんなきゃいけねえんじゃ。魚で死ねえ方が残念だ。